もちろん、アンゴロです。今回は外出自粛でビットコインは爆上げするのかに回答するのと、ビットコイン決済を世界一の決済にするにはどうすればいいのかを説明します。外出自粛って言いづらいな。外出自粛。4月12日に安倍首相のこのツイートが話題になりました。ドーン。友達と会えない、飲み会もできない。ただ皆さんのこうした行動によって多くの命が確実に救われています。そして今この瞬間も過酷を極める現場で奮闘してくださっている医療従事者の皆さんの負担の軽減につながります。お一人お一人のご協力に心より感謝申し上げます。かつての日常が失われた中でも、私たちは SNS や電話を通じて人と人とのつながりを感じることができます。いつかまたきっとみんなが集まって笑顔で語り合える時がやってくる。その明日を生み出すために今日はうちで。どうか皆様のご協力をお願いします。新型コロナウイルスの拡大感染を食い止めるに効果的なのは人と人が接触しないことです。そこで政府は感染拡大をできるだけ早く収束させるために、緊急事態宣言を発令した都府県に対して人同士の接触機会を最低7割、目標8割削減する方針を示しました。具体的な国民の行動は、不要不急の外出自粛や在宅勤務の徹底です。つまり、家にいてくれ。家にいてますか？自宅勤務最高！今でも飲食店街でマスクをせずに楽しそうに飲み会をしている人たちいるよね。肝が座っているぜ。自粛要請によって主要都市の人の流れが6、7割減ったそうです。そして接触機会をさらに減らすためか、安倍首相が外出自粛の協力を国民に求めるツイートをしました。ツイートには動画が添付されていて、安倍首相がソファに腰掛けながら愛犬のロイを抱っこしたり、飲み物や本やテレビを楽しんでくつろいでいる動画が流れました。動画は左右に分割されていて、なんと左側に俳優の星野源さんが作曲したうちで踊ろうが流れました。この曲は星野源さんが家にずっといて思いついた曲で、伴奏やコーラスを重ねる人を募集するコラボ企画として話題になった曲です。つまり安倍首相が星野源さんのコラボ企画に参加したということですね。アンゴロも動画の最後にコラボしようと思います。このように外出自粛によって自宅の過ごし方を楽しむ巣ごもり消費が活発になっています。巣ごもり消費は食料や生活必需品以外の目的でお店に行かなくなるので、オンライン決済の回数が激増します。オンライン決済の種類にはクレジットカードやペイサービスなどいろいろありますが、ビットコイン決済もオンライン決済の一つです。ビットコイン決済は決済するときにビットコインの時価をもとに支払い金額分のビットコインを相手に送金する決済方法です。例えば 1BTC が100万円のときに10万円の商品を買うと 0.1BTC を店舗に支払います。そこで可能性の一つとして挙げられるのが、巣ごもり消費でビットコイン決済の利用者が増えてビットコインが爆上げすることです。では外出自粛でビットコインが爆上げするのかを予想すると、それはあまり変わらないと予想します。理由を順を追って説明します。日本で一番利用者が多いオンライン決済はクレジットカードで、世界でもクレジットカードの利用者は多いです。そこでクレジットカードとビットコインを比較しながら説明します。日本では大人のクレジットカードの保有率が 90% に迫る勢いです。一方ビットコインの保有率は数パーセント。もしカード決済よりもビットコイン決済の方が使いたくなる要素を持たせられれば、将来ビットコイン決済が世界一になる可能性が見えてきます。ではまずはクレジットカードを導入する店舗のコストを確認します。初期費用は数十万円で、ランニングコストは決済額の 3% 以上を加盟店手数料としてカード会社に支払います。顧客も手数料がかかりますが、一括払いの手数料はゼロです。例えば顧客が100万円の商品を買って一括払いでカード決済をしたら、顧客の手数料はゼロで店舗がカード会社に3万円を払います。結構かかるね。一方ビットコインのコストはどうか。ビットフライヤーやコインチェックなどの取引所はビットコイン決済システムを提供しています。
このシステムを使えば店舗は簡単にビットコイン決済を導入できます。初期費用はゼロで加盟店手数料は 1% です。顧客は取引所に口座を作りビットコイン入れておけば手数料ゼロの即時決済ができます。例えば顧客が100万円の商品を買ってビットコイン決済をしたら顧客の手数料はゼロで店舗が取引所に1万円を払います。ちなみに取引所の決済システムを使わずにブロックチェーンインフォの API を使って自前でシステムを作れば手数料をゼロにできます。しかしそれだと即時決済できずに着金までに数分待たされることになります。取引所のシステムを使わずにビットコインの即時決済を提供するならライトニングネットワークを導入します。手数料がほぼゼロ で一瞬で決済できます。以上がクレジットカードとビットコインのコストの違いです。リスクの観点ではカード決済は顧客にチャージバックをされて店舗が損失を受けるリスクがあります。チャージバックとはですね、不良品やカードの不正利用などによって顧客が代金の支払いに同意しない場合、カード会社が店舗に対して支払いの取り消しや返金を要求することです。これがあるため、店舗は正当なサービスを顧客に届けても、悪意を持った顧客のチャージバックによって売り上げにならないことが稀にあります。一方、ビットコインは顧客の支払いが店舗にすぐに着金するので、第三者によって支払いを取り消されることはありません。このように、店舗にとってはカード決済よりもビットコイン決済の方が条件がいいので、顧客の需要が高いならビットコイン決済を喜んで導入するはずです。では、顧客にとってはクレジットカードとビットコインのどちらを使いたいと思うか？それは、間違いなくクレジットカード！一括払いではどちらも手数料がゼロですが、ビットコインは決済に利用するのが嫌になる特徴があります。それはこれです。ドン！買い物して所得税。ビットコインをトレードして利益が出たら税金を払いますが、ビットコインを買い物の決済で使うときも、コインを買った価格より使った価格の方が高かったら利確とみなして税金計算をしなければいけません。例えば、ビットコインの価格が100万円の時に 1BTC を買って、数日後ビットコインの価格が200万円になったとします。そして100万円分の商品を買ってビットコインで決済したら、店舗に 0.5BTC を払いますが、これが利確になって税金計算をします。具体的には 0.5BTC を50万円で買って100万円で売ったことになるので、50万円が課税対象です。つまり、買い物をするたびにいちいちビットコインの取得単価を確認して損益計算をしなければいけないので、いくら手数料がクレジットカードと同じでもビットコインで積極的に支払いたいとは思いません。これが巣ごもり消費が増えてもビットコイン決済が増えないと予想する理由です。なお、買い物で課税される国は他にもあります。では、もし買い物で課税されなかったらビットコイン決済の需要は伸びるのか？それはイタリアを見るとわかります。イタリアはビットコインで買い物をしても課税所得の対象になりません。レッド。これはイタリアのオンライン決済の利用回数の順位です。クレジットカードよりもビットコインの方が多くなっています。ビットコイン決済の方が需要がある理由は、イタリアの財政難とビットコインのプライバシーの高さにあると言われています。クレジットカードは名前やカード番号などの個人情報を相手に教える必要があるのに対し、ビットコインは管理会社にすら個人情報を教える必要はありません。クレジットカードのような明細書もないので、アドレスと本人さえ紐付けられなければプライバシーが高いです。このように買い物で課税されなければビットコインの需要はある程度見込めますが、ビットコインの価格変動の大きさを考えると、財政が健全な国ではカード決済よりもビットコイン決済を選ぶほどのインセンティブにはならなそうです。暗号資産の法律は今後政治家が変えることに期待して、ビットコイン決済を世界一にするには、カード決済よりもビットコイン決済の方が魅力的な仕様にする必要があります。では、仕様をどう変えればカード決済ではなくビットコイン決済を人は選ぶのか？それは、着金手数料と予想します。ビットコインは送金側が送金手数料をマイナーに払っていますが、その手数料を受信側が払い、一部が送信側に還元される仕様にします。つまり送金すると送金金額の一部が戻ってくる。例えば、着金手数料が 3% なら、100万円の買い物をして店舗の着払い用アドレスに100万円送ったら、2万円が送金側に、1万円がマイナーに自動で送金されるようにします。つまり、キャッシュバック。送金側が手数料を払いたい場合は、普通のアドレスに送金すれば、いつも通りの安い手数料で送金できるようにしておきます。クレジットカードは決済額の 1% 前後を顧客にポイントを還元する会社が多いですが、
店舗がカード会社に 3% 以上の加盟店手数料を払っていることを考えると、管理コストが不要なビットコインは 3% の着金手数料を取って送金側に還元しても店舗が導入するメリットはあります。もしクレジットカードよりも高い還元率になったら確実にビットコイン決済を選ぶ人が増えます。さらに、現在はブロック報酬はすべてマイナーに付与していますが、着払いを利用しているトランザクションから抽選でブロックごとのマイニング報酬の一部をプレゼントすれば、ビットコイン決済の需要がさらに増加します。このように、マイニング報酬や手数料をマイナーが独占するのではなく、利用者を含めてコミュニティ全体で共有すれば、ビットコイン決済が世界一になります。以上がビットコイン決済を世界一にする仕様です。しかし、ビットコインではこのような仕様変更は許されません。そこで期待するのはビットコインキャッシュ。ビットコインキャッシュはゼロコンフによって送金時間が 0. 数秒になるので、店舗での決済に向いています。ゼロコンフとはですね、処理をネットワークに流した段階で送金完了にする仕様のことです。ビットコインの普通の送金は送金依頼の後にマイナーが承認してブロックチェーンに書き込まれた段階で着金になるので、ビットコインは着金するまでに最低でも10分がかかります。一方、ゼロコンフはマイナーのメモリで送金依頼の正当性を判断したらその時点で送金完了となり、あとはそのうちブロックチェーンに書き込まれるという流れです。もしビットコインキャッシュが着金手数料を採用したときは、爆買い！以上、外出自粛でビットコインは爆上げするのかと、ビットコイン決済を世界一の決済をするにはどうすればいいのかでした。暗号6万調査研究サイトではビットコインが当たる利益還元イベントを開催しています。反撃ソット！反撃ソットは数字を 6.25 にぴったり一番最初に止めた人に1万円分のビットコインをプレゼントするイベントです。スタートボタンを押すと数字が減っていきます。6.25 に近づいてきたらもう一度ボタンを押します。誰でも遊べるので説明欄からぜひ遊びに来てください。富をもたらす暗号資産を見極めるためにチャンネル登録をぜひお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。それでは聞いてください。星野源のコラボ企画で、家で踊ろう。どまに重なり、合うような僕ら。扉閉じれば明日が生まれるなら遊ぼう一緒に、yeah. うちで踊ろう一人踊ろう変わらぬことを集まらせろよ生きて踊ろう僕らそれぞれの場所で重なり合うよ歌おう悲しみの向こうすべての歌で手をつなごう生きてまた会おう僕らそれぞれの場所で重なり合えそうだ、yeah.